はい、生き物ご近所機構パート2、庄内用水のお魚さんたち。ですね、うちの近所の庄内用水、鯉ですね、鯉たくさんいるんですけど、鯉の他にですね、ちょっと私名前のわからない魚が結構たくさんいるんですよ。でこの庄内用水なんですけどね、川底はほとんど変化がないんですけど、一箇所だけくぼみになっているところがありまして、そこにお魚さんやっぱりたまるんですね。魚釣りなんかでもですね、変化のある場所を探せって言うんですよね。そこにお魚たまってるぞ、釣れるぞって言うんですけど、ここは結構水透明でよく見えるんですけど、わかりやすいぐらい、底が少し掘れてるですね、ところにお魚さんたちがたまってます。で、さっき鯉もいたんですけど、鯉が、団体でいるのとは別に、その鯉の群れとね、なんか仲良く、もう一種類、よく知らない魚の群れがね、そこにいるんですよ。この子たちなんですけどね。この子ね、なんていう魚なんですかね。鯉ではないですね。船でもないですね。鮎でもないですね。川魚だからナマズでもないですよね。ハゼでもないですね。この魚は何でしょうね。なんかね、ちょっと顔とんがってますよね。なんかね、この YouTube 見ていただいた方で、この魚はよ、こういう魚だよって分かる人いたら教えてくれたら嬉しいかな。書き込み欄にね、書いていただいたりしたらすごい嬉しいかと思いますが、何なんでしょう、この魚。たくさんいました。